今日は分かってる。わしが今までお前の言うままに生活を助けてやったのは、お前のお母さんが心配するのを見てはいられなかったからなんだ。それに当分の間お前の好きなようにさせやったら、今に正気に帰るだろうと思ったからだ。それだのにそのざまは何だ。正気どころか、いつまでも野良倉と働こうともしない。今は女子までも総動員の時ではないか。少しは恥を知れ。いいか、自分の手で働け。自分で生活してみろ。ごもっともでございます。今までのことは郁恵にもお詫びいたします。これからすべて自力で立て直す覚悟です。うん、おじさん、私は男として正しい生き方を初めて知りました。何？正しい生き方？うん。気象ではなかなか難しいだろう。しかしもうお父さんもこの話を聞いたら喜ぶだろう。はっ、お願いいたします。お茶を飲まんか。はっ。おじさん、それにもう一つお願いがあります。なんだ。実は妻のことなんですが。妻？正義、また女の子と言うのか。今はお前にとって大切な時だぞ。この際すっぱりと手を切ってしまえ。おじさん、違います。実はお父さんやおじさんが考えておられるようなそういう女ではありません。貧しい家の生まれですが、